こんにちは、花良子さん。いいですね、若いって。花良子さん、また30前ですもんね。ところでね、まだ20歳前の子がその速稼塾に入塾してくださいました。正確に言うと25日の入塾なんですけどもね、すごく嬉しいですね。すごく勉強になると言ってくださったりとか、億万長者合宿がやっぱり、モチベーションになったりね、マインドセットのこのフルチェンジになるみたいで、私もますますね、身を引き締めてメッセージを出していきたいと思います。というところで、今回は自分自身の正義を貫くという形ですけども、花山さんね、何をやってもそこに道はできるんですよ。ただし残念ながら人っていうのはいろんな方向にちょこちょこ行っちゃうんですよ。ですんで、どこにもたどり着かないんですよね。このちょこちょこ行っちゃうエネルギーを一つの方向に向けるとたどり着くところがあるんですよね。だから、吉谷さんもそうだし、小野沢さんもそうです。その他の方たくさんいるんですけども、私もね、進む方向はみんな違うんですよ。みんな違うんですけども、たどり着くところはみんな一緒なんですよ。不思議ですよね。例えて言えば、山登りをするときに頂上に着くのは着くんだけども、小野沢さんはこっちから、私はこっちから、吉谷さんはこっちからで、道は分かれるんですけども、みんな頂上に着いていい眺めだねって見てるんですよ。で、それぞれの道がいっぱいこうね、吉谷さん、小野沢さん、私と分かれているんで、追っかけてる人はね、誰が正しいんだろうってなっちゃうんですけども、どこについていってもついていけるんだったら最終的には同じところつくんですよ。だから自由な暮らしってところですけどもね。だからそれだけじゃないかなと思うんですよ。ある時は小野沢さんのとこ行ってみて、あ、ちょっと小野沢さんちょっと厳しい道に行き始めたからちょっとやめたっつから、一回下山して久保さんのとこ行こうかなと思ってる久保さんのとこ行ってみてね、で、久保さんちょっと厳しい道、行っているんで、ちょっとまあ引き返してみたいな、で、吉谷さんのところかなと思っちゃうと、いつまで経ってもつかずに体力だけ使ってもう疲れちゃってね、やめちゃうんですよ。で、麓に戻っちゃいます。で、麓に戻ったところでみんなバラバラの方向行ってるけど、あれ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 、頂上着いたじゃんみたいなね、あ、やっときゃよかったみたいになるんですよね。もちろん私でもないし、小野沢さんでもないし、それから吉谷さんでもないルートを探す方法もあります。その時はどこに属することもなく、誰にお金を払うこともなく、自分一人で道を開闢していけばいいんですよね。さあ、果たして、ね、どの道を通るでしょうかってことでございます。ですんでね、私はですね、小野沢さんのやってることとか、その吉谷さんがやってることを特に批判もしないですし、そもそも何やってるか分かりませんのでね、自分のことを一生懸命やってると他の人のことが気にならなくなったり、他の人が何をやってるのか分析する時間もなかったりするんですよ。だからちょうどいいんかなと思います。ただ結果を見てすごい人だなとだけ思います。自分にはできないことをやってここにたどり着いてるんだろうなと思いますよね。先日もね、気がついたら小野田さんは私をテーマにした動画を撮ってたみたいなんですよ。で、ちょっと見てみるとね、久保哲郎とは何者なのかみたいなことでやってるんですけども、まあ、久保さんはできることをずっとやっていたというふうにね、まさに私はね、客観的評価も同じなんだなと、私はね、主観的な評価も同じなんですよ。主観的主観論も主観的客観論も一緒なんですよね。私はできること、手持ちのカードをずっと使ってただけなんですよ。手持ちのカードが例えばね、ポーカーで言ったら2が2枚、3が2枚、5が1枚ってあるとするじゃないですか。このたった5枚の貧弱のカードで、ある時は勝ち、ある時はハッタリハッタリは使ってないですけどね、とにかく地道に地道に勝ってきたということなんですよ。勝つという表現が適当じゃないかもしれませんけども、その日の売り上げを絶対立てることを勝利とするならば、私はそれを忠実に守ってきたかなと思います。言ってみれば、このひどい言い方になるかもしれませんけども、その情報ビジネスってね、自分よりも物知りな人には何一つ売れないんですよ。自分の知識に至らない人に対して提供できるものが初めてできます。だから自己アフィリエイトなんですよ。自己アフィリエイトで、1万円を稼いだことがない方に対して私は商品が売れるんですよね。でも自己アフィリエイトで100万円稼いだ人に対して、私はセールススキルは、セールスする気は最初から全くありません。叶わないんでねそういう形で自分の手札よりも、表現悪いんですけども、足りてない方に対してその人を引き上げるためのギャラをもらってるって形でビジネスは成立しています。小学校の先生がなんでね、その職責を全うできるかっていうと、自分の知識を必要としている小学生に教えるからだと思うんですよ。じゃあ生徒さんがみんなね、大学教授だったらどうなりますかって言ったら、ちょっとこれは難しいんじゃないかなと思うんですよ。
教える教育のジャンルを変えていけばまだしもですけどね、まあそういった形でございます。で、花田陽馬さんも例えばカード転売ってものをやってるとして、カード転売にあんまりうまくいってない人に対しては多分威力を発揮すると思うんですよ、うん、だからそれでいいんじゃないかなと思いますしね。で、カード転売に興味がない方に対しては何一つ商品が売れないんで、カード転売ってものに興味を持ってもらうための演出がかなり必要になってくるということだと思うんですよね。だからいろんな動画を上げて、そして自分に気づいてもらう人を増やしていくっていう、その裾野を増やす作業っていうのがいるんだろうなと思うんですよね。まあモッピーっていうのもそうですしね、モッピーによって、自ら一人で稼ぐ方法を知ることによって、花屋レモンさんいろいろ知ってるねってことで、そっからねカード転売に興味を持ってもらったりとか、花屋レモンさんそのものに興味を持ってもらってね、もみじまんじゅうもらったりとかもあると思うんで私なんかね白髪が目立ちますね、嫌ですねということでこの辺にしときましょうか、白髪が目立つんで。まあ、ですんでね、花屋山さんがやってることに共感する方も必ずおられますから、その道を行けばいいと思います。で、やっぱりね、これはまずいんじゃないかなと思うのは、人がやってることを否定しちゃうことですよね。だから自分と同じ考えとか行動じゃないと気に入らないっていうのは人の心理なんであると思うんですけども、まあいいじゃないかと、その方法でうまくいくんだったら、自分と違う方法だけどもそれでいいじゃないかって思うことなんですよね。だからこういうふうな、他者肯定感をしっかりといつも持っていくことが尊重心につながって、まあ人に対してね、強制せずに人の自由を喜べるような、そんな人格が投与されていくんではないかなと思いますよね。今回は以上ですけどもね、花屋レモンさんがされていることを私はねとっても好きだと思いますよ。いいなと思いますよ、うん、で、まあ髪がね赤かろうがね、マスクをしてようがね、暗闇だろうが、花屋レモンさんはいろんな表情を持っていて、その症状の一つがね、こうやって垣間見えることっていうのは、さらに花屋レモンさんの魅力を私がこう引き出せている、もしくはね、それに気づけているというありがたさでもあります。これからもね、花屋レモンさん自身、眉間の我っていうんですけども、自分が今までね、見たこともなかったような花屋レモンに出会えると思うんですよ。ぜひね、そういった意味で、花屋レモンさんは花屋レモン自身と、対話をしてみてください。それでは本日は以上です。